今回は第二次世界大戦中、日本占領下のインドネシアにおいて日本軍から虐待を受けたことへの正義を求めるオランダの人々にスポットを当てたエル・パイス氏の記事からです。エル・パイスはスペインで最大の発行部数を誇る新聞。早速ですが、以下が記事の要点になります。終戦から75年を迎えた今も、身体的、精神的苦痛を受けた、およそ4万人の生存者が、保障を受けていない、インドネシアで、捕虜収容所に収容されていたオランダ人のことだ。日本に保障を求める財団は、8月12日、支援要請に応じない自国に対して、訴訟を起こした。データによると、1945年には、オランダの人口の1割、実に90万人が、現在のインドネシアに居住しており、彼らのほとんどが、現在は80歳から90歳になっている。財団の代表者は、以下のように語った。彼らには、時間がありません。常に外交ルートと対話を通じて解決しようとしてきましたが、例えばサンフランシスコ講和条約の交渉中には日本が共産圏に入ることを恐れた米国から圧力を受けました。オランダ人の被害は保証されないことが認められてしまったのです。第二次世界大戦の終結から75年を迎える今年は特に政府から何も反応がないことに痛みを感じているのです。我々は現在過去のケースを分析した最高の弁護士を抱えており、すべての法的手段を行使する準備ができています。以上になります。オランダは過去にインドネシアやスリランカなど他国を数百年にわたって植民地化していた歴史があり、そのオランダが日本に対して賠償を求めていることにスペイン語圏の人々からツッコミが殺到していました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。